h e l YouTube!、えー、今日は世界遺産、薬島に来ております。どうですかこれ。すごい景色でしょう。ね。本当に素晴らしい景色の中で、今日お話しするテーマは統一協会でございます。<laughs> ということでね、こんなね、綺麗な場所で、えー、脂っこい話をしておりますけれども、公明党の支持母体である総価学会なんてね、えー、戦前はですね、初代の会長ですね、えー、が、 治安維持法違反。まあ、これは正規の悪法と言われておりますけれども、治,治安維持法違反でですね、えー、捕まって、極中で極死をしております。二代目の会長もですね、実はその時に使って、えー、捕まっております。また、戦後すぐですね、総、えー、学会の勧誘というのはですね、めちゃくちゃ強引で、社会問題化したこともあるし、えー、今のね、池田大作さん会長がですね、えー、もう、がもう会長になった時代もですね、強引な手法で、 えー、ガンガン会員をしてて社会問題化してたちょうど時期でございます。えー、じゃあ今創価学会をカルトだとかって言って叩く人がいるかっていうとこれも何十年も経ってるから知らんよっていう話になってるわけじゃないそれはおかしいよねっていう話ですよ。要はもうダブルスタンダードだよねっていう話でたまたま安倍さんがあの悲惨な殺され方をしたからそれで統一協会だけを叩くっていうのは僕は変な話だと思いますよ。そんなこと言ったらキリスト教だって 2000年前は、あの、邪教として扱われてたわけですよ。ローマ帝国から最初は邪教だっていうふうに扱われていたし、まあ、イスラム教なんてね、あの、アメリカで悪魔の歌っていう、えー、本をですね、書いた人がですね、えー、襲撃、ね、つい、この間襲撃されましたけど、まあ、それは明らかにですね、えー、その手の勢力の人たちから狙われたわけでしょう。まあ、それ以外考えられないですよね。だから、そういった現 今でもですね、じゃあイスラム教の人たちをですね、一色たにして叩くのがいいのかそうじゃないですよね。というようなことをですね、こう、総合的に考えて、あの、叩くた、叩かない。みんなが叩いてるから叩いていいんだったら、これいじめと一緒じゃないですか。ということで、僕はちょっと今回の統一協会の昔のね、その、霊感商法だったりとか、強引な勧誘手法に関しては、問題はもちろんあったと思いますよ。 ただ、今現状でそういった、あの、ね、警察が捜査を進めて実際に立件したとかですね、そういったことが今現状で出てきてもないのに、これだけ国民総出で,で統一協会を叩いて、統一協会にちょっとだけ関わってただけで、お前は極白人だ、みたいな感じで叩かれる風潮というのは、僕はちょっと怖いなと思うし、一部のインフルエンサーがそれを助長してるのを僕は許せない。あんただよ。 ということで、いってらっしゃい。屋久島の風景は平和でございます。